ということで、信彦さん。はい。お悩みの発表をお願いいたします。了解しました。えまる〇〇ネーム。かわ <laughs> さん。かわさん。3月に誕生日を迎え、四十になりました。<ら>世間的には良い大人なのに、まとまった貯金が全然できずに悩んでいます。うん、なので、解決方法として思い切って、長期予、違った。<laughs> 定期預金を始めようかと思いますが。はい いかがでしょうかもう、質問方法はおかしいもんね。いかがでしょうかのね。いかがでしょうか後押しくださいから来てるのね。なんか、やっちゃえばいいじゃないっていう。ねえ。たと普通に終わっちゃうってことですよね。もう母さん40なんですね。しかもなんか実は今日なんですよね、誕生日。3月14日に誕生日っていう。ホワイトデイ。なんか雨かなでいいですかちゃん。なんか外に多分喉めあると思う。喉飴たくさんありましたよ。ちょっとぜひ舐めてください。ちちゃんたくさん舐めてください。